長期の赴任で海外、一人息子のユータと二人で暮らしています。帰りなさい、ユータ。お腹空いてない？何か食べる？あ、うん、大丈夫。あ、勉強しなくちゃ。ちょっと待って、ユータ。全国模試の結果、今日じゃなかった？ああ、うん、うん。うん、そうだよ。なんで自分から出さないの？はい。何よ、この成績。じゃじゃーん。何これ？あ、もう知らないの？ VR だよ。知らない。初めて聞いた。マジで？ここにさ、電源入っちゃうからさ。見てみる。え？うわ、これ、え？何これ、すごい、めちゃめちゃリアルだろ。すごい現実。見たいところにさ、顔振ってみろよ。え、そう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 。おい、お、こっちもそう。わあ、すっごいリアル。これさ、めちゃめちゃオナニーはかどるよ。貸してやろっか。え、いいの？うん、いいよ。やった。わ、すっごいよこれ。めっちゃ気に入ってんじゃん。どうしたの、天気くん。あ、集中できない？あ、あの、いまいちよくわからない。ただいま。おかえりなさい。あ、ケンイチ、まだ家にいたの？あ、うん、おばさんにずっと勉強教えてもらってたんだ。もう帰るね。あ、そっか。ゆうた、勉強しなさい。え、いや、でも、帰ってきたばっかだろ。早くお部屋に行って勉強しなさい。はい、早く。はい。うわっ、